さて、この現代社会、すべての人が生き生きと明るく暮らせるのが一番なのは言うまでもありませんが、中には日々の困りごとや不安を抱えている方もいます。例えば性的マイノリティと言われる方もそうです。今回はそうした皆さんが個性を発揮し生きがいを持って暮らせる社会の実現に向けた取り組みを見ていきます。まずは性的マイノリティの方を対象にしている結婚相談所があると聞いて神戸市にやってきました。よろしくお願いします。お願いします。まずこちらはどういったところになるんですか？はい、ここはこのベストリアンっていうのはゲイ専門の結婚相談所となっておりまして、ベストリアンプラスっていうのはレズビアンさんであったりトランスジェンダーさんであったりバイセクシャル、全てのセクシャリティの結婚相談所となっております。結構来られますか？はい、結構たくさん来られますね。お聞きしたところお二人もカップルでいらっしゃって、どちらで出会われたんでしょうか？僕たちもこのような同じような感じの相談所大阪にあるんですけど、そちらで、はい、出会わさせていただきました。今パートナーとして、はい、共に暮らしていらっしゃると、はいはい、そうですね。日本の法律では認められていない同性婚、カップルが共に暮らしていく上で抱えがちな悩みとは？例えばそのどちらか片方が倒れたり病気になったりして病院に運ばれて、で本来普通の家族であれば病状を説明していただいたりとか、例えば ICU に入っていればちょっと通してもらえたりとかできると思うんですけど、やっぱりその同性カップルってなってくると、いや他人ですよねっていう、結局はそういう扱いになってしまうので、これ以上は説明できませんとか、ご家族の方呼んでくださいとかっていうことになる可能性が高いんですよね。あとはもう本当にある程度年取っていくと、その財産のね問題であったりとかもそうですし、でやはりその一緒に暮らしましょうってなると、今度はそのお部屋を借りる時に NG が出たりすることも多い。そうした問題解決の糸口としてパートナーシップ制度を導入する自治体が全国で広まっています。僕たちは尼崎市の方で2021年の10月にさせていただいています。でもやっぱりやっておくことで、その先ほどお話ししたように、その病院とか万が一の時にやっぱりちょっと安心できるというのは、はい、ありますね。あと気持ち面がやっぱり全然違いましたね。同性婚は認められてないんですけども、カップルになったっていうのがちょっと認められたような気がして、あとこれから一生2人で過ごすんだなっていう気持ちの面が本当に変わりました。パートナーシップ制度のことをもっと知りたいということで兵庫県庁へ。そもそもパートナーシップ制度ってどんな制度なんですか？はい、法律上婚姻が認められてない同性カップルの方であるとか、あるいはいろんな理由でですね、結婚をされない、事実婚の方、そういった方たちは日常生活の中でいろんな困りごとを抱えていらっしゃいます。例えばですね、賃貸住宅への入居の際であるとか、あるいは病院、さまざまな手続きがあるんですけれども、そういった時にお二人の関係性を示すことがなかなか難しいということで、お二人が人生のパートナーとして支え合っている関係性を自治体が証明していくものでございます。4月1日から兵庫県の方でもパートナーシップ制度を導入しておりまして、こちらがその証明書になっております。この証明書はどうやったらもらえるんですか？はい、これはですね、お互いに人生のパートナーとして認め合ったお二人からですね、県の方に届けていただきまして、県の方で一定審査した上で、証明書を発行する、そういった手続きになっております。交付番号第1号です。兵庫県パートナーシップ制度がスタートした4月1日、その第1号となるカップルに斉藤知事から届け出受理証明書が手渡されました。知事は誰もが人生のパートナーと協力しながら安心して暮らせる社会を実現させたいと語りました。兵庫県でやっぱりパートナーシップが認められて、私たちはすごく嬉しいと思っています。大きな一歩ではあると感じています。じゃあこの証明書があると、先ほどおっしゃったみたいに、パートナーが入院する時であったり、はい、お家を借りる時もスムーズに行きやすくなるっていう、はいはい、法律的な効果はないんですけれども、この証明書があることでですね、さまざまな行政サービスであるとか民間のサービスも使いやすくなる、そういった効果がございます。
これを届け出ること自体にも、まあ、勇気がいると言いますか、あるとは思うんですけれども、例えば県の場合でありましたら、そういったところにも一定配慮しておりましてですね、オンラインの申請もできますし、郵送での申請も受け付けておりますので、安心していただいて届けていただけたらなと思っております。パートナーシップ制度以外に兵庫県はどんな取り組みをされてますか？はい、性的マイノリティの方やそれの周りの方ですね、いろんなことでお悩みの方がいらっしゃいます。そういったことから LGBT の電話相談窓口を開設しております。そういったことでお悩みの方がいらっしゃいましたら、ぜひこちらの方にお電話していただければなと思います。 LGBT 電話相談窓口の相談員である前田亮さんにお話を伺いました。前田さんはこちらのパパは女子高生だったという本を出されているということなんですが、はい、前田さん女子高生だったんですか？実は。実は。本当ですか？はい、こう見えても実は女性。女性。元が。元女性です。僕、まあ、兵庫県の宍粟市で生まれて育ったんですけども、その幼少期からやっぱりその性に対しての違和感があって、で高校を女子高校に行くことになって、そこまではもう女性としてはやっぱりいたんですけども、二十歳の時にやっぱりこのまま生きていくの嫌だなと思ってホルモン注射したり、まあ、手術したりとか名前変えたりとかして、最終的に戸籍をもう女性から男性に戻したので、今現在はもう今はもう男性として生活してますけど。今はお仕事は何をされてるんですか？まあ、今はLike Myself っていう、まあ、自分でまあちょっと立ち上げた、まあ、団体の代表として講演活動だったりとか学校子どもにまあ授業するっていうことをしたりとか。その活動プラス、うん、兵庫県の LGBT 電話相談窓口の相談員もされている、ね、ということですが、はい、す、はい、相談者に対してどんな思いで接してらっしゃるんですか？まあ、なかなか電話してくるのって難しいと思うんです。ハードルが高いと思うんです。やっぱり電話って誰が出るんだろうっていうところがあるので、それでやっぱりね、勇気振り絞って電話してきて、ね、くれたっていうことはすごく大きな一歩だと思うので、僕はその場で全て解決なんてできないと思います。一緒に考えるということを僕は大切にしてやってます。特にどんな悩みを抱えた方に電話してきてほしいというのはありますか？もうね、まあ、悩んでる方っていうのはもうどなたでも電話してきていただいたらいいかなと思うんですけども、うん、誰にも言えずに悩んでる人っていうのも本当に多いと思うんですよね。前田さん自身もその部分で結構苦労されたりしましたか？やっぱなかなか言えないっていうのはそれはありましたね。で今と昔やっぱ違うので、昔はもっともっとやっぱりなかなかそれを言える環境ではなかった。親にも言えない、先生にも友達にも言えないって思ってる。だけど誰かに聞いてほしいって思ってる人もいるわけじゃないですか。そういった方にもやっぱり電話とか、まあ、対面でもそうですけどね、相談してもらえたらなとは思います。今年の4月から兵庫県パートナーシップ制度の運用が始まったんですけれども、はい、そのことについてはどう思われてますか？県でされたのは大きいと思います、すごく。例えばこうそこの市に住ん、市町に住んでたらやっぱり知られたくないっていう人もいるわけですよね。そので窓口行ったらもう知ってる人みたいな、窓口の人が近所の人だったりとかっていうことで、例えば届け出しにくいことってあるわけですよ。バレたくないから、変な詮索受けたくないとかって。そうすると県ですることっていうのはそこがクリアできるわけですよ。で県って今すごく届け出しやすいように窓口だけじゃなくて郵送だったりとかオンラインとかもねあるので、だからすごい利用しやすいというか、届け出しやすい、申請しやすい方法っていうのも取られてるので、それはすごく本当に大きいことだと思います。この4月からね、はい、なんかいいスタート切れたなとも思いましたので、これからの生きやすくなる方がどんどん増えていったらいいなと思いましたね、はい、いや本当そうだと思います、はい、一人一人がやっぱり個々を、ね、認めてもらえて、その人その人を知っていただけるような、まあ、兵庫県でもそうですし、この世の中になればいいんじゃないかなと僕も思います。今日一日取材をしまして、僕ももっと性の多様性について正しく理解をし、認識を深めていかないといけないなというふうに感じました。パートナーシップ制度の届け出や電話相談など詳しくは県のホームページをご覧ください。